ということで、今回はブラジル中下車町屋駅ゴヨーダ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 若干のボーカルのジャスティン・ビーバーです。じゃあ後を書いてジャスティン・ビーバーで今日はお返しです。はい、荒川って編もう終盤ですね。はい、終盤もう2月出てきたからね、もうすぐで終わりだ。終わりね、はい、終盤です。荒川区編の、はい、ムーブ町屋ムーブ、町屋、名前のとおりね、ムーブの意味わかんないでしょ。ムーブ、映画何言ったヒム、ムーブ踊る、違うムーブ動く、動くがムーブですよ。そう、本当ですよね。怪しいな。いや、あれ、アミのバカだ。本当に？いや、ムーブが動くだから。まあ、そんなこんなで、行ってみますか。まあ、名前の通り、町屋駅。町屋駅。何回ですか？町屋方面改札。町屋方面改札です。出て、はい、町屋方面改札出て、右ですね。はい。サンポップ。このサンポップ、サンポップという建物の。の、まあ、近さなんだね、レストランが。俺の店によく行ったのはサイゼリアとリブハット。もう千代田線しかないよ、ここは。あのね、離れれば京成線、京成線も、線が違う、あれが出口だよ。千代田線に行くんだ、これ。なるほど、はい、じゃあ千代田線から。はい、はい、はい、じゃあ行きましょう、向こうに。死んだ俺のおじいちゃんですよ。はい、昔この306の方が高いんだった。はい、こっちに転した。そうだ、新しいですね。俺の町じゃん。町屋は俺の町屋。ああ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 あ町屋はね、まあ何もない町なんですけど、かの有名な奥八幡中学校がありますね。はい、あまり物が出たらないんですけど、男の子らしさは子供男の子らしさは悪いね。なんで子供、子供、子供です。うちの大先輩、グリアムグリアの曲にもあります、子供。めちゃくちゃいい曲です。多分これを見たのが多分ここから多分特にインスタイアムで子供、子供、多分ここから曲作ったわ、子供ね。なんかね、スタンディング禁止だから、禁止なんだ、座って、座ってみる。俺ら何するって、ね、考えてるのに、歌舞伎やると思ってます。まあ何やるかはじゃあ当日の、まあそうだね、まあ楽しみで、普段のライブで絶対見れないことやるんで、いいよ、ぜひ見やすい。町屋駅、荒川区編、持ってるぜ。いいよ。